乗り心地がいいんですね。結構2シーターオープンってすごいソリッドな印象があるんですけれども、この車なんかすごいこう粘りがあるんですね。で、今こうワインディング走ってますけれども、例えばコーナーなんかではある程度こうロールはするんですね。ロールはするんですけれども、車が傾く時の姿勢とかもすごいこう安心感ありますし、無駄に動いて扱いにくいっていう感じが全くないんですね。むしろそのロールがこうすごい懐深さを感じさせてくれるような印象で、スピードは出さなくてもゆったり走ってても気持ちよさを感じられるっていう、そんな印象です。はい、今突然ですね、あいにく雨が降ってきてしまったので、ちょっとホロを閉めたいと思います。はい、ホロもですね、このようにもうシートに座ったまま、片手で引き出して両手で引っ張ってワンタッチで、終了と、女性の力でも非常に簡単に開閉できます。時間も、あっという間にできますね。はい、ちょうどよかったですね。なんかオープンカーだからいつもトップ開けて走るかというと当然閉めなきゃなんない時もあるわけで、今閉めて走ってますけれども、閉めてもね、このエンジン音がなんか適度に心地よく耳に聞こえてきますね。トップを閉めていても風は感じられませんけれども、フットワークの軽快さは変わりません。